こんにちはじゃないか。おはようございます。ようございます。はい。いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。おはようございます。ということで、本日は舞台おどんろの大阪公演の初日でございます。久しぶりの、今日は2公演なんですけど、そう、2公演がね、久しぶりなんですよ。この間三重行って、三重公演も1回やったし、東京公演の千秋楽も1回だけだったので、その前日かなが2回公演だから、だいぶ空いたんですよね。そう、そうだからちょっとね、緊張してるんですよね。今日現場行けば東京ありますかって。あるんじゃない？多分。およし。うん、あるんじゃない？わかんないけど。よし。ちょっとカステラ食べるわ。そう、今カステラ買ってきた。カステラと豆乳。食べるの嫌だから。いただきます。うん、ワンワンニャン。あ、ね、それ昨日やってんな。ね、もうみんな見た？タグチーム系圧勝。余裕ですよ、余裕余裕ですよ。そりゃそうですよ。そりゃもちろんタグチーム系が優勝ですよ。
なんか久しぶりに運動会して楽しかった。お、リレー早かったね、めっちゃ足早かったねって。ね、なんかさ、もうやだ もうやだ、もうやだね。気にしてらんない。そう、運動会めっちゃ楽しかった。もし負けず嫌いなとこあってさ、毎勝負ごとって本当に、ってなっちゃうんですけど、楽しかった。ね、でもあれの次の日、マジで全身筋肉痛やった。多分綱引きやろうね。毎日多分綱引きしたら体めっちゃ鍛えられそう。全身使うからさ。めっちゃ楽しかった。ソーシャルディスタンスっていうのも楽しかった。でも単純にさ、あこまで動いたりさ、走ったりするのさ、なんか学生ぶりぐらい？なんか AKB でね、運動会ちょこちょこあったけど、鬼そんな出てなかったから。なんかあんながっつり AKB のさ、運動会とかって一種目とかだからさ、出てて。そう、だからもうスクショタイムとか忘れてた 普通にミュートしてたわ。そうだから大丈夫かなと思ってたけど大丈夫やった。 AKB の中では自分が思ってるより足速かった。24歳頑張ったよ。
何？怖い。バグった？え、みんなも今バグった？大西だけじゃない？バグったの。バグったよね、今。ガガガってなった。よかった。めっちゃ怖かった。一瞬横になったってね、大西も。やめてよ、怖い。やめて。妖怪の仕業？もしかして。それ5月1日インターネットサイン会、それ初めてする。前回出れへんかった。ショールームでサイン書くやつやな。違う？ね、せやな。初インターネットサイン会。そう。初めて。美味しい。楽しそうですね。でね。なんかさ、他のメンバーがちらほらさやってんのとかをさあ、とかをさ見てたからさ、すごいと思いながらやってた、見てたけど。そう、ショールームでこうやって書くねんて、サイン。コメントめっちゃ悩んで申し込むのに時間かかってて。何？コメントって。コメントがあるの？あ、大西に向けてのメッセージがあるの？そって、え、メッセージくれるの？いいの？大西がメッセージもらえるの？大西がメッセージもらっちゃっていいの？え、やった。いいの？音痴が楽しいイベントじゃん、じゃあ。やった、ありがとう。音痴がただただ喜ぶイベントじゃん。コメントもらえる。ありがとう。これ読みながらサイン書くんじゃない？って。のむちゃんめっちゃ時間オーバーしちゃいそうやって。だってね、剥がしがおらんってことやろ。永遠に喋っちゃうよ、そんな。どうしよう。でも時間決まってるしね。自分がさ、どの番にさ呼ばれるかもわからんねやろ。だってそれならね、ちょっと早く早めにしやんのあかんやろうけどさ。あ、
はい。ねえ、っていうことだよね。でもちょっと楽しみ。5月1日。楽しみにしてるわ。もうバチバチでじゃあ決めてくる。もうこんなんじゃない もうこんなんじゃない。うん。アイドルって感じで決めてくるわ。9時10分、15分になったら終わるわ。でも今日さ、もし早く起きれてさ、7時ちょい前ぐらいに起きてさ、そう、めっちゃ早く起きてもうたと思って、そう、どうしようって思って、お風呂入ろうと思って、そう、別に昨日の夜もちゃんと入ってんで、でもお風呂入ってさっぱりしようと思って、お風呂入って、そう、さっぱりしてきました。今カステラも食べたし、朝から豆乳も飲んだし、素晴らしい。うん。サブロっていいよねって。うん。サブロいいよね。さっぱりするからさ、それならもう毎日さやりたいなって思うけどさ、そういうわけにもいかんのよね。眠い時は眠いからさ、髪の毛でもしよう。眠いが勝つ時あるもんね。うん、普段眠いしか勝たへんからさ。そう、眠いしか勝たんって感じ。だから、大西が今日こうやって朝二度寝をせずにお風呂に入るだなんて、もうね、多分今日雨が降るんじゃないかなと思ったけど、めっちゃ晴天やわ。なんで？降ってよ。降ってほしくなかったんけどさ、昨日も雨でさ。明日は絶対フラン解いてほしいって言ってたからめちゃめちゃ嬉しいんだけど。でも大西すごい珍しいことしたからちょっとなんか起きてほしかったけど。そういうことでもないのか。なっちゃったんだ。
なんかさ、レパートリーなさすぎてさ すぐこれするね、おいしい。やばい、14分やって。終わらな。終わらなあきませんや。こう、ぽわーってなってる。終わらな。準備せな。準備。もうええわ。よし。よっしゃ。頑張ろう。久しぶりの2公演。よし。はあ。なんかめっちゃバグるよ。てかなんか今日顔さ、違うくない？何これ？なんか宇宙人みたい。バグってるし、なんか、あれ？なんかこんなんやったっけ、鬼しか。あれ？怖っ。なんか、こんなんやったっけ、顔。こんなんか。あれ？なんかこれ、加工かなんか入ってる？入ってないわ。あれ、大西の目ってこんなんやったっけ？ ん？大西の目ってこんなんやったっけ？なんかあれみたい。青鬼。知ってる？青鬼って。青鬼っていうさ、なんかゲームのやつがいいねんけどさ。なんか。今日それに似てる。なんかな。そうでもない？自分の勘違いか。よし。ということで。じゃあちょっともうそろそろ出ないといけない時間なので、ランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。では、いきます。1位、ハギハギさん、ありがとうございます。イェイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イェイ。そして3位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イェイ。そして4位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イェイ。そして5位が SL アットマーク大阪公演ガンバーさん、ありがとうございます。イェイ。そして6位がマサミーさん、ありがとうございます。イェイ。そして7位が大西カキアットマーク大西軍目覚まし占い乙女座1位関西公演楽しんでさん、ありがとうございます。イェイ。やっぱ1位やからあれやな、今日は早起きできたんや。そして8位が、緑のイルカさん、ありがとうございます。イェイ。そして9位がタカタカアットマークおどんろ大阪公演楽しみにしてますさん、ありがとうございます。イェイ。そして、10位が天沢聖司さん、ありがとうございます。イェイ。そして11位が親ちゃん、ありがとうございます。イェイ。そして12位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イェイ。そしてラスト13位がたけちゃん、アットマーク大西軍さん、ありがとうございました。イェイ。ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。めっちゃ眩しいね。ということで、じゃあ、舞台、おどんろ、大阪公演初日、そして2公演、頑張ってきます。お腹鳴っちゃうよ。カステラ食べたら、もう消化してる音が鳴っちゃうよ。ごめんね。ちょっと恥ずかしいから切るわ。じゃあね、ありがとう。
バイバイ、またね、行ってきます、ありがとうございました、バイバイ、みんなも頑張ってね。